ちゃ、こんにちは。湯田さん、どうしました？怖い。なんかちょっと今ガッツさんにも似てます。まあ、そうだね。ガッツ石松さん。ね。オケ牧場。そう、オケ牧場。知らない人多いんだろうな、オケ牧場って。いやもう令和じゃ分からないって方多いですよ。あとちょっちゅねとか。ちょっちゅねな。はい。それさておき、はい、もう2月も早いものでキャンプ前半終了しました、はい、そうだな、早い、はいはい、というわけで、はい、まあ、前半振り返ってみて、はい、脅威になりそうな、まあ、チーム、一方でちょっとあの期待外れならもうちょっとやってもいいんじゃないかなっていうチームだったりとか、うん、まあ、そういったチームを豊さんに語っていただこうと、まあ、セ・リーグからね、はい、いきますか。じゃあセ・リーグから、一番ちょっとセ・リーグで光ったチームってありました、この前半。やっぱね、バットは振ってんなと思うのは巨人だな。巨人すごいですね、今年振ってるバットはね、はい、まあ、これが急にその結果として出るかどうかは別問題として、はい、打席に入る裏付けはできてるよね、うん、あれだけ振ったんだから大丈夫っていう自分の心の支えというかさ、はい、そういうのはこうできつつあるよね。よーく振ってるわ。そういえばあのデブ大久保さんが入ってきたっていうのも一つあるんですか。まあ、そうだな、まあ、それしかない。あ、もうそれなんですね、やっぱり。もうアーリーワークでね、はい、振って振って振り回して、うん、で夜も足りない人間は振ってんじゃないの。そうですね、だから本当にバットは振ってると思うよね。あと巨人のやっぱ若手選手ものすごいあのがむしゃらに頑張ってますけど、まあ、頑張ってるけどね、はい、まあ、毎年の光景だよそれは。そうなんですね、まあ、それはね、各球団そこら辺は若手は一生懸命やろうとしてるよね、うん、だからまあ巨人だけじゃなくて、はい、ただやっぱベテランも含めてバットの数を振ってるのはやっぱ巨人だな。これがやっぱりそのシーズンにやっぱり響いてくるというか聞いてくる、うん、いや聞いてこないといけないよね、はい、聞いてこなかったらなんだよって思うよね、うん、やったことが無駄みたいな、大学の試験に落ちたみたいな、あんなに勉強したのにって、うん、まあ、そんな感覚になるよ、はい、で阪神はやっぱ緻密に計算してやってるな、課題に取り組んでる、やっぱ守備という意味で、そう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 、だから打つのはもうとにかく点を取らなきゃ勝てないっていうのは分かるけど、はい、とりあえずは失点をしないことを考えてるね、岡田監督は。だからそこら辺はもうはっきり出てるよ、あの明確な課題が分かりますよね。そうそうそう、だから一つ一つのプレーが丁寧だわ阪神は、見てると。だからすごくいいキャンプを送ってるなと思うよね、はい、ヤクルトは勝手に競争してる中で、すごいですね。いや、 やっぱね、優秀な竹岡とかも魅力あるもん、うん、長岡と同級生のね、はい、長岡は背番号7番になって、そうですね、ね、若くなりましたもんね、同級生で、はい、まあ、セカンドやってたけど、この前、いいよね、はい、でキャッチャーの4人です、まあ、中村はまあね、まあ、もうレギュラーだから、はい、内山、古賀、松本、はい、で内山なんかレフトやってるからね、出場機会を求めてってことですよね。ただやっぱキャッチャーもやりながらなんだろうけども、はい、でもここら辺はキャッチャー4人登録っていうことになりかねないよね、代打要員として置いとくとか、はい、みんなバッティングもいいしさ、うん、あと丸山とかさ、はい、だから勝手に競争してんだよねみんなが、うん、自覚を持った大人のキャンプというか、はい、まあ、若いけどねみんなね、うん、ヤクルトのブルペンだったりとかピッチャー陣とかってあんまりそこまで、いや、まあブルペン陣も頭がいいわ、うん、それを中村が引き出すから、はい、A ランクの5、はい、A ランクの4、うん、まあ、肉じゃないけど、A ランクの5じゃなくても4でも5を味付けできるというかさ、さらにすごいですね。そうそうそう、だからまあそんな感じがするよね、うん、だから3連覇も夢じゃないかなという感じがするね。ドラゴンズはどうですか。ドラゴンズもね、一番新しい血が入ったチームなんだよね、はい、だから落ち着かないだろうけども、いろんなやることもたくさん山積みなんだろうけども、はい、みんなやっぱりチャンスだと思ってやっぱり必死にやってるな、だからそこがいいよね、はい、うん、向上心を持って、うん、あの高橋宏斗なんかはフォームを変えてきたけども、まあ、立浪監督が一括してね、うん、元に戻して、でもそれでも154キロ出せるというかさ、うん、それだけのポテンシャルのある投手陣がいたりとか、はい、うん、あとはやっぱり二遊間のね、そうですね、田中のそう競争、はい、石川が打ち出したぞ、うん、周平どうすんだみたいな、はい、いや、まあ、そういう心配もあるしさ、うん、まあ、ビシエドのところに、うん、そうですよ、ね、アルモンテだとか新外国人、外国人いるし、はい、岡林センターに、ね、行ったけどもたもたしてらんないよ、うん、誰が出てくるかわからない、そうです、で土田も
なんか俺はショートのレギュラーを取ったみたいな感覚でいたら、田中が入ってきたりだとか、はい、やっぱ競争は一番激しいよね。いや、そうですね。うまくいけばこれは面白いチームになるなっていう、シーズン終わってみたら、うん、やっぱり A クラス入ってたとか、まあそうだね、そこに十分ありますよね。まあまあ十分、投手陣は A クラスの力量を持った投手陣を揃えてるからね、はい、あとはやっぱ打つか打たないか、うん、まあ、そこだけだから。そうですね、課題は、あとは守備の破綻、まあ、例えば新しい選手がいっぱい出るから、そこら辺のコンビネーションだとか、そういうものがどうなってるかとかね、はい、まあ、そういうことも含めて、まあ、ミスが出なければ、十分戦えるチームになってくるんじゃないかなっては思ってるけどね、うん、そう思わせてくれるキャンプを送ってる、今のところってことですね。まあ、そうだね、はいはい、カープはどうでしょう。カープはね、監督変わったよね、新監督になった、はい、俺の期待っていうのはもっとガツガツガンガンやるのかなと思ったら、なんかその厚さが広島って12球団1位、はい、なんかバットを振り、はい、なんかこう厳しい練習で長い練習をしてるっていうイメージがあったんだけど、はい、なんかそういうのが伝わってこないんだよね、うん、まあ、例えばバット一番振ってるのは巨人だって、はい、緻密にやってるのは阪神だって、うん、競争が一番激しいのは中日だってみたいな、はい、で勝手に自分たちでガンガンやってるのはヤクルトだ、うん、特徴はないんだよ。例えば新井監督がみんな兄貴分のように慕ってたりとか、うん、選手とかがそういうなんかこう和気あいあいではないですけど、まあ和気あいあいに見える部分もあるよね、うん、これはどううまくいくか、うん、それとも違う方向に出るのか、これは分からないけども、はい、まあ、今までがやりすぎてたから科学的に効率よくやろうよとかね、はい、まあ、そういうシステムを導入したとしたら、まあ、それはそれでもいいんだけども、はい、俺が新井っていうのは叩き上げで、あそこまで行って2000本打ってやったらできるんだって、何でもできるんだっていうさ、熱さがある男かなと思ったら、自分が達成したものっていうのを、あの苦しみはみんなに味わっちゃいけないみたいな、あ、分かる、優しさですよね。そうそう、だから、うん、殴られた選手は殴られた痛みを知ってるから、はい、みたいな、うん、苦しさを知ってる選手は、うん、もうちょっと伸び伸びやりなさいみたいな、うん、いや違う違う、そこ厳しくやっていいからみたいな、なんかイメージが合わないんだよね。今の選手への接し方みたいな感じに、うん、でも今の選手だから、うん、昔の選手だからとかじゃなくて、やっぱりやればできるんだっていうね、はい、苦しい思いをしたら必ず幸せが舞い込んでくるよみたいな、うん、ここみんなで耐えようみたいな、そういう風なキャンプを俺イメージしてたら、もう全然違ったと思います。あ、ニコニコ三昧みたいな後半それがどういう風にいいように作用するのか、ちょっと緩んでしまうのか、まあ、このあたりも、はい、見ていきたいですけど、セ・リーグ最後は DeNA です。これは DeNA はね、レギュラーをある程度置いてきてるっていうこともあるよね、うん、今は若手を見てるというかね、前半戦はね、はい、数多くやらしたりだとか若手に、だからまだチームとしてまだ見えてないというか、うん、まあ、そんな感じがするわ。そんな中でも若手の選手とかどうですか、こう見ながら。ちょっとがっかりする面もあるな。まあ、がっかりっていうか、はい、それはもちろんしょうがないよ、ルーキーだし、ね、1年目だし2年目だしっていう風になってくると、うん、名前が先行してもっと大きくなってほしいなっていうのが、なんか牛歩に伸びてんなっていう、もうちょっとずつちょっと、いやいや、もうちょっとブレー弾けろよみたいな、うん、いうのは、まあ、小園にしたって松尾のキャッチングだとか、はい、いろいろ見てると高校生かなっていうようなところはあるし、でもこれは吸収力、人の吸収力ね、それを考えると全然違うから、うん、あのスピードが、はい、天才的にうまいやついるからね、吸収するのが、だからそこら辺で早く吸収してほしいなっていうのと、まあ、京田が入ったけど林っていう選手がいいんだよね。おー、駒澤から入ってる、はい、まあ、ルーキーのね、まあ、動きいいし守備うまいし、これ以前動画で豊さん一応してあげてましたよね、まあ、言ってたけどね、言ってたけど、まあ、確かに悪くはない。はい、まあ、そこには森がいたりだとか、はい、大和がいたりだとか、そうですね、もう柴田がいたりとかして、はい、まあ、セカンドは牧だけで、牧なんだけどさ、うん、まあ、競争という意味では、まあ、しっかり競争してるなという、うん、ただ宮崎が2軍でまだ調整をしてるという、はい、まあ、まだって怪我でも何でもないんだけど、やっぱりゆっくりやらしてるとか、まあ、そういうことを考えるとまだチームとしてよし行くぞみたいな、うん、そんな雰囲気にはなってないということだね。まあ、見えてこないってことですよね。まだ見えてこない、まあ、大人みたいなキャンプをやってるけどね、はいはい、さあパリーグです。パリーグ、ね、パリーグでなんか見た印象で、あ、ここ前半いいよね、ここまでみたいなありますか。
まあ、特に仕事関係で多いから日本ハムを見てんだけど、はい、解説者優しいな。厳しくないんで、はい、それはそれとしていいんだけども、うん、どうなんだろうなっていうのがあるね。まあでも厳しいキャンプを送ってることは確か、まああのまあ、昨年とは全然違うよね。うん、まあ、緊張感もあるし。そうですよ。ただその選手のこのキャンプでの成長度とか、うん、一つ何か掴んだなとか、なんかそういうのって感じられたりって今のところどうですか、日本ハム。まあ、清宮が変わってきてるしさ、うん、野村もね4番として、はいっていうこともあるし、それぞれがなんか競争しながら自覚は出てきてるよね、うん、こいつに負けたくないとか、はい、だからまあそこら辺では収穫だろうけどもさ、まだまだその戦っているレベルがちょっと低いよね、うん、確固たる、まあ、例えば坂本とショートを争いますみたいなレベルの高い話ではないし、うん、いやお互い実績がなくて、そうですね、これからっていうことだから、はい、そこら辺はちょっとレベルの高い争いができるようになると強くなるだろうなという、まあ、素材は最高な人間はたくさんいるわ。そうですね、うん、あとちょっと心配なのがピッチャー陣、その若手だったりとかこれからっていうピッチャー陣がちょっと、うん、あの打たれすぎてしまったりとか、まあそうだな、うちょっとボール球が多いよな、はい、うん、まあそこら辺は自信のなさだろうね。うん、そのあたりが去年もね、やっぱピッチャーって課題だったと思うので、うんうんうん、キャンプでなんとかっていうのも、まあね、まあそうだね。まあ、ソフトバンクは、はい、やっぱいるな、タイルとかいるし、取ってるしみたいな、取ってるしな、はい、いやだからまあここはやっぱり優勝するのかなと思うよね。そうですよね、なんか大人だし、大人でもなんか元気のいい大人が集まってるみたいなさ、はい、で競争も激しいしさ、屋台もバーンと出てるしねそうですね、羨ましいよね、なんかな、なんか一チームだけお祭りになってますもんね。そうちょっと違いますもんね、うん、近藤と柳田がブルペン入ってきてピッチャーのボールを見るとか、藤井が今年から先発に回るっていうんで、その球に柳田が驚いてるとか、レベルが高いよそうですね、レベルが高いから確かに、だから近藤選手が日本ハムから今回、ね、ソフトバンク加入して、ソフトバンク の, そのキャンプを見た時にやっぱ練習の仕方全然違って驚いてた。逆にソフトバンクの選手は近藤選手のバッティング練習とか見て勉強するところがあるとか、すごいですよね、次元がもう、まあ、でもね、それはお互いを褒め合うっていうのは当然だよねそりゃそうだよそっか、オリックスはやっぱ投手陣のレベルが高いな。そうですね、引き続き、まあ、吉田の穴をねどうやって埋めるか、うん、森が埋めれるか、うん、もうまあ、森もねいいと思うよ、はい、ね、吉田を埋めれるぐらいの、まあ、高いポテンシャルを持ってるねバッターだし、やっぱ投手陣が、うん、山崎総一郎、はい、フォークが落ちればいいんじゃない、こういう落ち方みたいな、そういう理想を掲げるあたりが、フォークなんか落ちりゃいいだろみたいな思うんだけどさ、いや落ち方をこう変えたいみたいな、すごい、いやだからその次元がやっぱね、山本筆頭にやっぱ違うんだよ。なんかもう2段階も3段階も違うような気がします、まあ、そうだね、宇田川に雷を落とされてたけどね、お前太りすぎだよみたいな、お菓子禁止みたいな、子供じゃねえんだからみたいな言われてた、ね、俺もお菓子禁止だけどね、ほんとね言われてる、いや言われてないけどブクブクだからさちょっと俺もちょっと節制しようかなと思いながら、まあ、だけど、はい、やっぱオリックスはやっぱ安定してるだろうな。あれだけなんか自由な雰囲気がある中でポテンシャルが高いっていうのはなんかヤクルトと似てる感じはちょっとありますね。まあある、やっぱりね、うん、勝ってるチームだよね。ですね、うん、気が抜けないというかさ、追われる身っていうのはよく分かってるよね、うん、だから逃げようとしてるよね。そうですね、やっぱより高いレベルで物事考えてね、うんうん、西武は遅れたな。そうですね、うん、キャンプ自体がちょっと遅かったので、まあ俺はいいと思うんだけどね、うん、周りは騒いわな、なんで12球団揃わないのみたいな、なんで行かないのみたいな、はい、なんで寒い所沢なのみたいな、うん、暖かいところにあるチームだったらいいけどね、はい、まあだけど俺はキャンプオープン戦って長いなと思ってるから。あ、そうなんですね。だって2ヶ月間、うん、自主トレ含めたら3ヶ月間やって初めて開幕だよ。はい、そうですね。で開幕してから6ヶ月間あるんだよ、はい、長くないか。伊藤さん、理想の日程ってどのぐらいなんですか。理想は20日間ぐらいだよ。短っ。春のキャンプって開幕に合わせたキャンプでしょ、はい、いやそれだったらそれまでにとにかくしっかり振れる、うん、しっかり投げれる体を作ってキャンプイン、うん、そこから紅白戦だよ。だってこれ試合やるためにやってんだ。
まあまあそうですよね、うん、2月後半からでも、まあ、間に合う間に合いますよね。そうですよね。だから試合感を取り戻すだけでいいんだよ。みんなうまくしてやろうみたいな、はい、そんなこと言ってもこれはね試合に使ってればうまくなると俺は思ってるんだけど、うん、これはやっぱり批判の対象になるし負けたらボロカス言われるから、はい、多分みんなやらないの。みんな一生懸命やってます2月1日からみたいな、はい、一応やってるやってる手なんだ、はい、でもみんな本当に一生懸命やってるけどね、はい、まあ西武は遅れたけども、うん、苦しいのはやっぱ森が抜けた穴をどうするのかなっていうのがねまだ見当たらないし今日がねその分のができて ないので、うん、森が抜けても山川がね明るくやってるのが救いだよ。そうですね、本当に本当あの今シーズンオフもね残ってくれるといいなって。そう、まあ、の残るかどうか分かんないけど、はい、まあ、WBC 行っちゃうからね。あ、そうですよ。そしたらなんか 火が消えちゃうみたいなそんな感じがするし、うん、まあ、ただしぶといチームだしね。で投手陣は非常にやっぱりいいし、うん、松坂大輔という臨時コーチも来たし、うん、はい、まあ、非常にいいかも分かんないけどね。そうですね、うん、まあ、ロッテはね安田の振り方見てると昨年の後半良かった打ち方をしてくれてるんで、はい、そこの反復をしてるんだろうなっていうのが分かったよ、はい、それと村田バッティングコーチというね、はい、あの巨人からロッテに行った、うんうん、元 DeNA のねホームラン王だけども、はい、それが松川を育てられるか、うーん、まあここだよね見物はね、はい、まあ、そこら辺が育つといいなとは思うけどね。このキャンプで徹底的にっていうところを課題の一つですよね。まあ、だから、まあ、新監督だし、あのモチベーションはみんなね明るく楽しく、はい、高い次元でやってるし、で沢村っていうのも戻ってきたしね、はい、まあ、これが抑え候補になるのかどうかっていう、まあ、そういう競争も激しいし、はい、だからいいキャンプを送ってると思う。うん、充実したキャンプを送れてる瞬間、まあ、田村もなんか試合に出れそうだし、ね、はい、よかったなと思って、ね、ずっと言ってましたからね。いや田村なもうとだったらトレードに出してた。そういいキャンプになってると思うよ。さあ最後楽天です、はい、まあ、楽天がどうなのかなっていうね、うん、投手陣見ても若手が出てこないとやっぱちょっと苦しいなっていうふうな、もう名前じゃ投げれないというようなね、まあ、枠井も抜けてるし、はい、若いピッチャーがやっぱどれだけ出てくるかっていうことだろうね。野手では吉野っていうのが、はい、まあ、昨年のドラフト1位だけども、はい、なんとなく希望さを見せてきてるね。あ、割といいねって。やっぱ右がいないじゃない、はい、楽天ってこういう選手が出てくると面白くなるなっていう。タッパもあるし、うん、守備もうまいし、はい、まあ、足もあるし、あとはやっぱ打つか打たないかだけでしょ、うん、だからそういう意味ではすごくいいなという。お、前半光った選手とか目に留まった選手だったんですね。うん、 そうだね、まあ、それとやっぱ茂木がなんかショートにも挑戦してるよね、はい、まあ、昨年もショートを守った時もあるけども、やっぱ茂木ってねやっぱショートの選手だわ、うん、やっぱショートでいると花があるな。サードにいるとさなんとなく花が消えるというか、あ、火が消えるというか、やっぱショートで、はい、あそこら辺で山崎とか小深田と争って、うん、いやいやお前たちには負けないよっていう風になってきて、ショートを取ると俺は楽天は強いと思う。そこ一つキーになってるんですか。いやポイントだと思うよ茂木は、うん、で茂木は休みがちなんだよね。だからこれが休まず、まあ、ある程度フルに近い形でショートを守らすと、やっぱ他の内野陣も落ち着くしね、鈴木大地が使えるようになるし、はい、みたいな。だからそういうことを考えるとやっぱ茂木っていうのはショートをやることが一番いいのかなって。まあ、それを石井監督がやらしてるからね、うん、そういう面では非常に、まあ、面白いというか、はい、ただ課題はやっぱピッチャーが、若手のピッチャーが出てくるか来ないかね、うん、まあ、このキャンプです後半でもさらに出てきてほしいですよね。まあそうだね、うん、まだ見えてない部分はあるけども、はい、全部球団見れないよ俺も。おさで聞かれるけど12チームありますからね。そうそうそう、だからまあざっとしたところもあるけども、はい、課題から考えるとそうかなっていう、うん、そうですね、各チーム WBC で選手たちが一定期間、ね、いないっていうのもありますから、後半入ってまた出てくる選手が新たに、まあそうだね、はい、いるのか、そのあたりもやっぱり後半またちょっとあの見ながら、はい、いい選手いたらぜひ教えてください、うん、そうだね、はい、はい。